ベストマザー賞芸能部門を受賞した女優の広末涼子と既婚者でミシュラン一つ星のフレンチレストラン、塩、塩のオーナーシェフ、鳥羽修作氏との W 不倫疑惑が報じられた。双方否定するも広末が出演するキリンビール、本キリン、の CM 動画が8日、公式サイトから削除されるなど、各所に影響が出ている。 2016年2月に不倫騒動で衆議院議員を辞職した宮崎健介氏はこの間同年代の政治家など何人かで集まった会があった僕は広末さんと同い年なのでいつかこの会に呼べたらいいねと言っていた翌週にこのニュースが出た僕らの LINE グループはこの話で持ちきりだとコメント親近感が湧くかという問いには多少と答えつつ 広末さんもお相手も否定している疑惑があるだけで CM を下ろされてしまうのはかわいそうだと思う」と述べた以下はネチズンのコメントをまとめたものですその理屈だと何でも否定すれば責任を負わなくて済むことになりはしないか CM は司法ではなく企業イメージそのものだから白か黒かはこの際別にしてもイメージが悪化したら使わない判断をするのは当たり前だろうベストマザー賞をもらっていたりイメージがいい人だったから企業も CM キャラクターとして使っていたわけで。 本人は否定していても事務所が厳重注意を下している時点で限りなく黒に近いのだから商品イメージを損なう危険性があるなら企業としては早いうちに降板してもらうしかないと思うここにかわいそうとコメントしてしまうのは完全に自分を重ねての発言な気がするイメージで CM 起用されてるんだから著しくイメージを損なうような疑惑が出た時点で降ろされてしまうのは当然でしょう それだけの高額な費用を出しているんだし、幾多の候補を蹴落としてそのポジションであることを自覚しなかったことが問題だと思うのだが、それが芸能人のお仕事なんじゃないですか一般人の私はそう認識してます。まだ確定ではないのかもしれませんが、やっぱり火のないところには煙は立たないわけであって、普通に真面目に生活してたら、 こんな疑惑を持たれるようなななシシチュエーションにもならいないと思いますただの良いイメージだからということで CM に起用されて大きな契約金いただいてるんですよねそれでしたらそれを裏切ったわけでそれをお互い了承した上での契約なので今回の流れは妥当でしょう。 CM 契約って芸能界のギャラでもかなり高いって聞くしその分イメージを守って商品に悪い影響を与えないというのは契約の範疇なんでしょうねそりゃ城だとしても疑われるような行動をとっていれば契約不履行と言われても仕方ないんじゃないかねこの人は片足でも芸能界に突っ込んでるんだから何となくわかりそうなもんだけど。 破天荒で自由奔放なキャラクターを売りにしているタレントならともかくとして基本的には CM に起用されている間はクリーンなイメージを保たなければいけないというのが芸能界だと思う企業が自分に対してどういうイメージを期待して起用しているのかを考えるべきでたとえ何もなかったとしても疑われるような行動は極力控えるべきかなと思います というか、取材に対してベラベラ2人の関係をしゃべりまくっているのが広末さんやお相手の友人や関係者と書かれていたと思うので周りの人に恵まれなかったんじゃないかと既婚者の友人の不倫疑惑が出た時に何か知ってたとしても2人は親密な関係ですなんて本人が否定してる時に絶対言わないのが友人だと思うんだけど。 CM の動画を削除されたことよりこっちの方がかわいそうな気がする企業としてはブランドイメージを守る必要があるので普通の判断かなと思いますこれ事務所の早々の対応を見ると文春と話し合いが持たれたんじゃないでしょうか文春法は第2段3段を用意しているケースが多いので追い込まれる前に手打ちをしたような気がします 本当に何もないと文春を訴えたりもできますが今回は火消しが賢明と事務所が思ったんじゃないでしょうか企業も裏取りもできたのだろう今から夏一番売り時のビールを避けられたら早急に止めて入れ替え等でもすれば売上にも影響は少ないと考えたのだろう商品も器用タレントイメージですぐ避けられるからね 実際ビールはイチローのスーパードライを飲むねとかもあるからね器用タレントのイメージは大事だね出演動画を削除しただけでまだ契約は継続しているはずです疑惑でもイメージを損なう可能性があるのであれば企業側としても削除せざる得えないかと思います CM って誰でも目に入るから不快に思う人がいるのであれば対応しなければ今度は企業側が批判される広末さんの所属事務所及び本人からの説明が企業側にされていないので企業側も疑惑が払拭されるまでは使えないですよね 企業は CM でいいイメージを広めたいわけで、良いイメージを持たれないようなことが起きたらねもはもない噂だとしても、とりあえず一旦ストップするかどうかはお金を払っている企業が判断していい。その上で事実であった場合、契約書に違約金条項があれば支払うことになるだろうし、潔白であれば CM が復活するかもしれない。 妻の妊娠中に不倫するだけあって、元国会議員とは思えない浅い発言に感じましたさすがに疑惑だけでは下ろしてないんじゃないかスポンサーも当人に確認しているはずでしょう、その上で身に覚えもないならばそのように言えばいいし、週刊誌を訴えればよいそれをしないということは、やましいことがあるからではないのか。 大体この手の報道は第2弾3弾がありますからね迂かつな釈明をするとそこを突っ込まれたりする証拠が出てきたりするから手の内を明かせないんですよね否定はするものの明確な状況ではなくはぐらかし気味なのがその調査ではないのかな旦那が仕事でいない中子供を置いて深夜にホテルに入って早朝に帰宅って疑惑の範疇を超えてると思いますが まああ相手が違うってことはあるかも。なので企業側も疑惑だけどほとんど黒だと思ってるってことでしょうね恋愛は個人の自由不倫は家族の問題なのは間違いありませんが企業としてリスク管理は当然でしょう 事務所側に事前に通達してから出版すると思われるので週刊誌側はもっと確実な証拠を持っているが事務所との話し合いで疑惑にとどめて最小のダメージで済ますところに落ち着いたという感じかな週刊誌と芸能事務所は持ちつ持たれつ両者ウィンウィンの関係で成り立っている CM は企業が大金を支払って企業イメージや製品イメージの向上を図るもの この人レベルだと企業は数千万のギャラを払うそしてテレビ CM は15秒で50万以上かかる大金を投じてイメージが悪くなるぐらいならテレビ CM を中断し女優に支払うギャラの払い戻しや解約も選択肢に入るのは当たり前の話数千万の対価にはそれ相応の責任が生じるのは世界の常識 先週の松本さんの番組でも梅沢さんが「ここ数年はお姉ちゃんとのお遊びはしない」の理由に CM 出演が増えたことを理由にしていたよこれが常識というものでこの女優さんの自覚が足りないのは明白この CM の中断で他の共演俳優さんにも迷惑がかかってるんだよもらえたはずのギャラが減らされるかもしれないからね 何もしていないのにキリンの広報部門だって、社内では肩身の狭い思いをしているし、大忙しだろうよ。